はい、今回は、明日の6月7日から、シンボスが、まあ、先陣アシュラとドラゴンブラザーズが、まあ、始まるということで、前回の、先陣じゃない、まあ、アシュラと、ドラゴンブラザーズの戦いを、ちょっと振り返ってですね、6月7日からの先陣対先陣アシュラの対策に、まあ、使えたらなと思っています。なのでまずはですね、レベル1 と、レベル5の、まあ、ちょっと当時の、動画を見て、まあ、アシュラの、まあ、特徴とか、まあ、こういう戦い方についてちょっと話していければなと思います。まあ、前回は、アシュラはダークナイトだと思うので、今回はバウンドナイトだと思うんですね。そしてダークナイト。アシュラは、ファイターで、ドラゴンブラザーズがドラゴンになって、だから、デーモン、ファイターに対してはデーモンとスピリットがいると。でドラゴンに対してはファイターとワンダーがいるということで、まあ、前回はそのスピリットということで、姉妹使ってたんだなって感じですかね。だからどうなんだろうな、ファイター1人、デーモン、スピリット、だからヴァンパイアの出番が来るのかどうなんですかね。でレベル1は前回は4200だったかな、4800か、4800でしたね。ただ3体いて、ブルドが速いので、まあアシュラも速いんですけど、ブルドが速いんです。レベル1ですでに1300ありましたね。前回はブルドが高レベルで全体攻撃だったんですけど、今回は逆になってエドランとブリゴンが全体攻撃が高いので、ブルドが単体攻撃になった。で、厄介なのが、あれ、レベル1はこうやって最初守りをしていきますと。なのでナイフは単体攻撃なので、守られて、まあ、正直倒すのが、まあ、レベル1は大丈夫だと思うんですけど、なかなかアシュラまでたどり着けないっていうことが、まあ、あるかもしれないですね。でも2段目で寝てもしょうがないのか。まあ、レドラはやけどするので、まあ、ちょっとレドラの攻撃で、全体攻撃で火傷されるっていうのをちょっとやったんですね。で、あと当時のアシュラはレベル1とレベル2は、麻痺をさせられる、麻痺になってしまう。そう、これなんかも主人公の攻撃でブリゴンになってしまっていると。で、ようやくアシュラに攻撃ができるという、そんな感じですかね。なので、まあ、最初序盤レベル1に3個が守りがしてくるので、まあ、ちょっと単体マイクじゃない方がいいのかなってもちょっとは思ってるんですけど、まあ、特攻だとこうやって赤が増える、赤増えるのかなって思わないですけど、まあ、こうなってくる。で、このレベル1はね、まあ、3回攻撃ぐらいで済むんだけど、レベル5とかになると8回攻撃とかがザラにあって、ちょっと今後8回で、前は全体攻撃がね、アシュラとブルドだけだったんだけど、今回はレドラとブリゴンということで、レドラの焼け棒で、ブリゴンはどうなんだろうな、混乱やってくるのか分かんないですけど、まあ、ちょっとその可能性もあると。
で、ピノキオはいらなかったな。やっぱ早いので、今回はピノキオを使ってた。もう4つ集まってるからみんな守り。やけどがとにかく、守りに決まりましたよ。エヴァーですか。守りに決まりましたよ。エヴァーですか。守りに決まりましたよ。次は相手のアクションが来ますよ。しかもね、8回攻撃なんですよね。で、レベル5なんかは、あとでいきますけど、3ターン目3回攻撃。戦士柱はどうなのね、スキルが一緒かわからないんですけど、ナイフ、せっかく100を引いてもグルドごめんね、うん、1個攻撃をね、損しちゃうっていうか、あーちっちゃそんな感じだったんですけど、ナイフは正直必殺技がそんなに強くないので、どうなんだろうね。最初の頃は全体攻撃のダンスとかでやった方がいいのかな。まあ倒せるだろうけどね。うわ、でアシュラは言った通り、この時は1ターン目に行った、レベル1レベル2が麻痺だったんだよね。これ麻痺だと、麻痺、麻痺と呪いは、麻痺は自分のカードのスキルが使えなくなる。例えばフェニックスだったらリカバリーとかができなくなるね。で、呪いだとスナックとか、あっちの効果が。麻痺か。後ろの攻撃。麻痺だと、なるほど。どうなんだろうな。影響はない。でも主人公どうなんだろうな。主人公にとっての麻痺と呪いってどうなんだろうな。そこはなんかまだよく分かってないな。で、トムにとっては麻痺は自分のカードスキルで、赤ボタン攻撃に決まりましたよ。エヴァーですか、攻撃に決まりましたよ。エヴァーですか、攻撃に決まりましたよ。スナックゼロだけつけるっていう感じだったんだけど、これもレドラがね、守りだから、守り、もし守りだったらです、倒すよ。ワークライスじゃないのか、シンデレラ隊長。このスキルは連続で攻撃が決まりますよ。だからさっき言ったドラゴンはファイバーとワンダーか、ワンダーで強いの持ってないので、多分ミニゲルスで使ったのか、ミニゲルスはない。スピリットとデーモンで精錬姉妹とヴァンパイアを使って速さで勝つっていうのもあるんだけど、多分ね、これ迷うんだけど、レベル2でもうすでに速さはちょっと負けてしまうので、いってしまうのかな、まあ、ちょっとその辺の情報は概要欄に書いてくるんで、力と速さが結構速いな。その辺はちょっとガッパー経験してもらう。はい、で、これがレベル5なんですけど、はい、本当に精錬姉妹もいたんだね。で、アシュラはもちろんハテナハテナハテナで、レベル5のアシュラはヒットポイントは後で数えたら1万3000でしたね。で、1万3000で、まあ、速さはこれから出てくるでしょう。で、ブルドがスキルがね、速さアップのスキルなんでって言ってましたけ、ね、ど、この時はドラゴンナイトヴィンサントがなかったので、もうチャップでしたね。で、2ターン目は先行してなるべくみんなで攻撃するようにしてるのと、あと強すぎるのでパンパン主将を最後使って3ターン目いっぱいでやる作戦でしたね。やけどがあるから2ターン目でやられる可能性があると。フェニックスを使って、フェニックスはやけどなかなかならないので、リカバリーを使いつつ、8回攻撃に耐える。
1回8回攻撃を毎回3ターン全部8回攻撃ってのあったけど、まあとにかくこの8回攻撃を耐えないといけないと。ただ今回さらにこのグリゴンとレドラが絶対攻撃やってくるということで、ちょっと前回このアシュラよりはかなり厄介かなと。速さ2650、すごいよ。でさらにスキル発動で2910、レベルが相手が先に攻撃です。この辺はさらにグリゴンとかがいるからスキルで、ね、守備上がってるので、で単体がグルドだけになるよね、先アシュラになったら多分。でただレベル5はみんな攻撃になる。あ、そうだ、これヒットポイント少し削れてるな。1万3000人もちろんレドラ使ったんちゃってるんですけど、あ、違う、相手か、この辺どうなんだろうね。スキルはスキル発動はレベル5は一緒だと思いますね。これでレベル40ローラでエローラ使って、うん、この時6回か、6回だよね。でも下手するとブルドの凍傷があるんで、凍傷があるからね、3ターン目ってよりはやっぱりまた先手必須だよね。このこいつらがひっくり返って単体から全体になってくるんだね。だ全体攻撃は3人になる。特にこのさっきも言った通り、このレドラの全体攻撃が本当やけどがあるからすごい厄介で、でやけどした後にこの100を食らうともうすごいダメージ食っちゃうとね、ヴィンサントとかやられちゃう。だから1ターン目どうする？ヴァンパイア使うか。ヴァンパイアで1ターン目先行スキルを使うか。さすがに2910の速さって無理だよね。うん、まあでも今はチャップもいるので、さっきの、うん、ファイターはデーモンとスピリットが苦手だから、でもどうなんだろうな、うちの少年守りが固いの好きなので、おそらくフェニックス、クラーケン、グリゴンになる気がするな。うん、そうすればみんな防御アップで、防御アップでかつ、フェニックスのリカバリーあるからそうやって戦うんじゃないかな。このフェルファイヤーが今度来るんだよな。で2ターンもう先行できないと、2ターン目先行しないと主人公が凍傷にかかったり火傷になったりする可能性があると、攻撃の前に。それを避けたいということでピノキオを使っていた。でコマンドに自信がないので8回攻撃はやってなかったんね。なんかね、ナイフってコマンド難しいよね。このスキル、スーパースキル麻痺しちゃうとスキル使えなくなると思うんだけど、なぜか先陣アシュラは3レベル345は火傷だった。ただこ、あ、先陣アシュラだね、このアシュラは。ただ先陣アシュラはもしかしたら麻痺使ってくるかもしれなくて、そうするとすごい厄介だな。この時はコマンド上手だったね。必殺技が弱いんだよね。
倒しきれないっていうね、まさかの。そうで、この8回攻撃をね、で8回攻撃でしょ、この守りのコマンドもね、集中力がなくなってくるよね。8回長いよね。あー、やけどになっちゃった。で2ターン目でやけどになっちゃうと、とっても防御力が下がって、結構食らっちゃうんだよね。でフェニックスは凍傷か。うん、だから今回1ターン目2ターン目でなんとか仕留めたい。もしくは、うん、いやどうだろうな、3ターン目大作戦やってもいいんだけどな。うん、1万3000だね。こいつが単体になるんだね。でも特攻がないとね、正直コマンド8回攻撃のコマンドをつなげるのかなり難しいよね。もしくはフレンド3体使えばコマンド簡単なんだけど、でもね、多分1ターン目でやられちゃうと思うんで、どうすっかな。ヴァンパイア、ビネガーとかどうなんだろうな。レベル31のビネガー2つ持ってるんで、スキル持ちとスキルなしか。あーでもビネガーはスキル持ち2つ持ってるから、でも速さが200下がったところで大して変わらないか。ビネガー、そう、これしかも3ターン目この3回攻撃、先陣アシュラ、あーこれアシュラか。で多分先陣アシュラも同じだと思うんですよ。そうすると3ターン目まで行ったらパンパン師匠ないと、まあほぼ勝てない。ガードね、今回たまたま6回だけど、うん、8回とかね完璧に過ごすのは無理なんで、うん、これね集中力も続かないしね、ほんと何回もいいけど。だから今ちょっとナイフで、バウンドナイフで戦うかをちょっと迷ってますね。うん、だ槍がね、もっと強い槍がね、デトニックランスより強い槍があればいいんだけど。だからエンゼルハートランス欲しいんだよな。でもあれ全体攻撃か。そう、なんかね、意外にね、上とか下、真上と真下って意外に難しいんだよね。というわけで、まあちょっと削れてたから倒せちゃったけど、うん、まあまあという感じでしたね。うん、ヒットポイント13000。まあ当時レベル48ぐらいでしょ。まあ今レベル69とか70なんで、まあね、少しは倒しやすくなってるんですけど、ちょっとね、速さで先行できないとちょっとね、自分の好きな戦いができないっていうね、それがありますよね。はい、じゃあ今日は6月7日からの先陣アシュラに向けて、ちょっとアシュラ&ドラゴンブラザーズの戦いのプレイバックでした。いいの出るといいね。はい、あ、で、あとそうだね、あれがあるね、グリゴンとレドラがレベル高いんで、多分スキルあり出にくいよね。前回もブルドだけ出なかったんですけど、だからちょっとそれもありますね。はい、じゃあ皆さん6月7日から頑張りましょう。はい、じゃあ今日はアシュラプレイバック
ご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。